アルゴノートは、アメリカ海軍の潜水艦。天地級潜水艦の一隻。艦名は、カイダコカに属するタコの総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては二隻目。カイダコアオイガイアルゴノートは、1944年6月28日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年10月1日に、 アラン・アール・マッカン夫人によって、命名、浸水し、1945年1月15日に、官庁ジョン・エス・シュミット少佐の指揮下収益する。アルゴノートは、ポーツマス海域及び、ナラガンセットワンで成長を行い、3月27日に、成長後信頼性試験のためポーツマスへ帰還した。その後4月14日に、フロリダ州キーウェストに向けて出港し、 軽飛行機の特別試験と艦隊音響学校での訓練活動に従事する。5月13日にフロリダ沿岸を離れパナマ運河を通過してハワイに向かう。新珠湾には6月11日に到着しアルゴノートは修理及び訓練のために週間を過ごした。6月28日アルゴノートは最初の紹介で東、シナ海に向かった。 サイパン島に寄港するまで先行訓練を行い、7月6日には病院船高砂丸を発見した。7月10日にサイパン島に寄港し燃料を補給。サイパン島を出港後、台湾海峡、東、シナ海及び航海に向かって敵艦の探索を始めた。7月16日に撃墜機のパイロットを救助し、パイロットはクイルバックに引き渡した。 8月7日には、北緯34度48分、統計125度48分、北緯34.800度、統計125.800度、34.800、125.800の地点にある7発2に対して、艦砲射撃を行った。アルゴノートの唯一の船舶に対する戦闘は8月12日に行われた。 北緯34度22分統計125度35分、北緯34.367度統計125.583度、34.367125.583の地点において40ミリ期間法及び20ミリ機銃による砲撃で25トンのジャンクを撃沈した。8月15日、日本は降伏。その6日後の8月21日、 アルゴノートは52日間の行動を終えてグアムアプラ港に帰島。8月12日の戦闘は第二次世界大戦におけるアルゴノートの唯一の戦果となった。アルゴノートは9月1日にグアムを出港し真珠湾とパナマ運河を経由してニューヨーク州トンプキンズビルに向かった。10月4日にニューヨークに到着し続いて オーバーホールのためメイン州キタリーに向かう。1946年初めにアルゴノートはパナマを拠点とする大西洋艦隊に配属される。パナマに向かう途中、アルゴノートは、軽巡洋艦ホノルルとニューヨークとフィラデルフィア艦の東海岸沖でノームの中小突事故を起こす。両艦の損傷は軽微で、アルゴノートはそのまま、パナマに向かった。 1946年後半にアルゴノートはコネチカット州ニューロンドンを拠点とする第二潜水船隊に配属された。1952年7月、アルゴノートはフィラデルフィア海軍造船所で改修が行われた。この改修によってシュノーケル及び流船型の司令塔が装備された。これらの変更によりアルゴノートは水中における耐久性が向上することとなった。 アルゴノートは1955年7月までニューロンドンを拠点として活動し、その後バージニア州ノーフォークの第6潜水船隊に配属された。アルゴノートはレギュラスミサイルが装備され、巡航ミサイル潜水艦に回収された。1958年、アルゴノートは母港をプエルトリコのサンフアンに変更する。 同地で1年間を過ごし、ミサイル戦略活動に従事した。1959年にノーフォークに帰還し、1960年初めにオーバーホールを行い、その時にミサイル発射装置は取り外された。回収が完了すると、アルゴノートは定時任務を再開し、対潜水艦船訓練の支援をノーフォーク沖で行った。 1962年10月15日、アルゴノートは海軍のキューバ封鎖に参加した。その後のオフォーク海軍造船所で定期オーバーホールが行われる。作業が1963年5月13日に完了し、アルゴノートはニューロンドン海域で回復訓練を行う。バージニア岬海域での訓練の後、8月19日に地中海に向けて出港。 第6艦隊との任務に就く。アルゴノートは、ジブラルタル、クレタ島のソーダ湾、ギリシャのロドス島、トルコのイズミル、フランスのトゥーロン、マルセイユ、イタリアのサンレイも、ナポリを訪問した。その後12月15日に母校に帰還した。アルゴノートは、東海岸での定時任務を継続し、定期的に地中海の配備に就いた。1965年12月1日に、 ノーフォーク海軍造船所でのオーバーホールに入る。作業が完了すると1966年6月10日に出港試行見を行う。その後、ニューロンドンに向かい回復訓練を行った。アルゴノートは1966年の残りをニューロンドンの潜水艦学校での任務に費やした。アルゴノートは1967年の初めにノーフォークへ移動したが、1月9日に、 バージニア岬海域を離れ、サンフアンに向かった。1月の残りと2月の大半は、スプリングボード作戦に参加し、2月23日にカリブ海を離れ、5日後にノーフォークに到着した。続く2ヶ月間、アルゴノートは、北、大西洋及び地中海巡航の準備を行う。5月26日に出港し、ノルウェーのトロンヘームを訪問した。 その後ドイツのクックスハーフェン、スコットランドのリース、スペインのロタ、イタリアのナポリ、マルタ島のバレッタを訪問し、9月20日に母校に帰還した。その後は年末まで沿岸での活動に従事した。1968年2月6日にニューロンドンに到着したアルゴノートは、2月9日に入居、2月26日まで泊まった。2月27日に出港し、 ノーフォークに帰還する。3月半ばに、フロリダ州ジャクソンビルの作戦海域で紹介を行い、3月22日にポートエバーグレーズに帰港した。3日後、母校に向けての帰路に着く。3月29日に、ノーフォークに到着し、沿岸活動を開始した。10月に再び、ポートエバーグレーズに巡航し、同月ノーフォークに帰還、不活性化の準備に入る。 アルゴノートは12月2日に退役し、同日除籍された。アルゴノートは同日カナダに売却され、カナダ海軍ではレインボーの官名で収益した。レインボーは1974年12月31日に退役した。アルゴノートは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。